みなさん、こんにちは。しおりみちゃんのしほです。はい、というわけで今回ですね、もう明日、あの学校のプールなんですけど、今回ね、その、プールに持ってくプールカバンの中身を紹介していきたいと思います。で、こちらに見えるのが、プールバッグです。はい、というわけで、早速、紹介していきたいと思います。こちらはですね、去年と同じカバンですね。紺色のカバンです。今見たらね、もうなんかすごいね、ブランドでめちゃくちゃ可愛いカバンがいっぱいあったんですけど、まだ使えるんでね。使えなくなったら買いたいと思います。って思ったの。で、まず中身です。まずね、上の部分、このね、袋の部分を紹介していきたいと思います。もうこっちは全然入ってない。こっちはもう全然入ってなく、これだけです。これなんだっけ？タオルだっけ？タオルです。全身のタオルを、だけ入ってます。ここね、全然ね、入らないんだよね。水着とかも押し込めば入るけど、下の方が入れやすい。ちょっとちっちゃめで、ちょっとこっちの方より下の方が入れやすかったので、ここには、このね、タオルだけ入れてます。じゃあもう次捨てちゃうよ。これしか入ってないし。続いて、このチャックの下の部分ですね。下の部分にいっぱい入ってます。まずね、こちらのね、なんだっけ、ゴーグルです。こちらのゴーグル、なんと4歳から9歳まで、もう私10歳なんですけど、まだね、9歳、10歳になってばっかりなので、いいって言われました。なので、これを使います。来年買い替えようだから。もう11歳になっちゃう、来年。だからまだこれを使って来年買い替えたいと思います。あ、こちらもピンクです。で、次に、濡れたものを入れるビニール袋。これみんないるよね。使わない学校もあるのかな、ね、お友達のママがね、タオルに包んできてくれるのが一番嬉しいって言ってた。タオルごとそのまま洗濯機にボンって入れられるから、そっか。友達のママはなんかビニールは使わないって言ってたよ。人それぞれだよね。ビニールに出てきてっていうママさんもいるかもしれないし。そっか。それはどっちでもいいよ、別に。じゃあタオルにくるんだ後にビニールに入れるわ。超でっかいビニール必要じゃん、そしたら。まあでもタオルはそんなビニールに入れるほどびちゃびちゃにならないよ、多分。拭くだけだもんね。多分ね。拭くだけだからね。うん、というわけで、ビニール袋です。で、次に、あれ？あれ？待って、この中にもう一つ入ってたかもしれない。帽子が入ってました。忘れてたね。すっかり忘れてました。このね、袋の中に、タオルだけって言ってたんですけど、帽子もありました。今回帽子もね、1年前と同じ、紺色です。です。やばい、ほんと前髪が良くて、前髪が長すぎて被ったらもうべちゃーんってなってた。でも髪の毛ね、結んでいかないとね、さすがに。そう、あともう今日切るんで、ね、切ってもらうから、大丈夫です。はい、できれば捨ててましたが、帽子、紺色の帽子を使います。で、水着なんですが、迷ってたんですよね。前回着た、この、水着と、あとね、アルジーのね、このね、水着を迷ってたんですけど、こっちは、前回も着てて、あとなんか、分かれてなくて、着やすいというか脱ぎやすいというかがあってでね、なんだっけ、分かれてるのってなんていうの、セパレード、そうセパレードがうちの学校あんま良くない、ダメって言われてて、あとね、洋服みたいな水着は学習なのでダメって言われてたんですよ。でもみんな着てるってね。そう、私はもうセパレードとかもう2年生ぐらいの時はもうみんな着てるって。セパレードでも気づかないんだよね、きっとね。 そんなにお腹を出す、こう水着じゃなければわからないから、
ただ最近のは本当に洋服っぽいからね、多分それを先生が最近の水着はやめてほしいっていう意味なんだと思うんだけどね。なんかそこまで洋服洋服してなければまあいいんだろうけど、うん、だから一応しほちゃんもね、あのちょっと前まではもう本当にそのセパレードのアルジーのそれね、これをあの着ていこうと。友達もみんなね一応セパレードにはなってるけどお腹は出ないから、うん、お腹出てなかったらもう全然いいよってみんな言ってたんだよね、感じらしいんだけど。でもなんかね今日とあのなんか前日になって先生がそう改めて言ってきたんでしょ、言ってきてなんかすごい心配性だから、うん、そうだね、もし先生になんかって言われたらどうしようってなって、ね、まあ、一応学校では禁止っていう風に書いてあるっていうかお手紙とかにも書いてあるのがやっぱセパレードって書かれちゃってるから、うん、セパレード不可みたいな感じ、そう一応学校禁止なんだよねその水着は本当はね、うん、でもなんかね、うん、セパレードよりなんかあのなんか服みたいなやつはダメです。セパレードはじゃあいいんだ別に、なんかでもいいって書くと本当にみんなセパレードしちゃうからダメなんですよ。要はなんかこうほらお腹かかってるようなセパレードっていうかそうはダメって意味のセパレード不可でしょうね。そうだと思う、ね、難しいね。だからしほちゃんは最初はもうそっちのねアルジーだったんだけど、アルジーのこのセパレード、まあお腹も全然隠れるし、うん、あのじゃあ1枚ずつちょっとそれじゃわかんないから広げて見せてくださいそれ一緒でいいんじゃない、うんうん、まず下が、うん、中にちょっとパンツが入ってるんだけどこういう感じで下がこれね、こんな感じでねズボンになってて、ズボンになってて上がこれにアルチで書いたんだけど、うん、これにあのこれを着る感じの水着がいいかなと思ってこれにしようと思ってたんですけど、ね、でもね改めて言われちゃって、まあ、改めて見るとまあ洋服に見えなくはないよね洋服に見えるよね逆に見えるよねやっぱでもそう改めて言われるぐらいだったらやめた方がいいかなっていう結論に立ったね、うん、そうそうそう先ほど数分前ぐらい数分前に決まったというか話し合って決めて、結局だから本当はこっちの水着だけ紹介しようとつもりが思ってたんだけどね、結局この水着になりましたっていうオチになりました今年もこれを着たいと思います。はーい、だからもう私はね全然、うん、でもその水着もねめちゃくちゃ可愛いんですよ。そう何気に可愛いんだよね。うん、これここがなんかねなんかなんて言うんだろう、ここがそうなんかダボってなってるみたいな、ててこのね水着も何気にね可愛いんですよ。可愛いと思う。ノーブランドだよねこれ。そうノーブランド、ブランドじゃないよね。ブランドじゃないよね。なんかほらプロペラみたいなマーク、プロペラみたいなマーク、なんてバナナセブンだって、バナナセブン、これバナナバナナセブンって書いてあるよ。それプロペラじゃなくてバナナだよ、ちょっとあここにあるわ、バナナセブンって書いてあった。これね、あのプロペラじゃなくてバナナなんだ、ね、一瞬プロペラかと思ってたんですけど、バナナでした、うん、バナナセブンってブランドあるのかな、ママ調べてみて、調べて、今スマホ持ってんだし、ママのバナナセブンね、うん、バナナセブン、バナナが7個あるよ、だからみんなで食べましょう。あるんだバナナセブン、ブランド、バナナセブンの通販とかあった。まあそういうブランドがあるのを初めて今知りましたね。みんな知ってるかもしれないけどおしゃれに疎いのでバナナセブンを知らないという、めちゃくちゃ知らなかった。知らなかったね、それバナナセブンなんだって。最初無ブランドノーブランドですとか言ってたけど、よく見たらバナナセブンって書いてあったわ。プロペラじゃなくてバナナでしたはい、じゃあその水着に多分しほちゃんは今年はそれになると思います。これなりますね、完全になります、うん、じゃあ明日からねしし、スイミングです、始まります。スイミング、スイミングっていうか学校プール、プール汚いんだよな、汚いのやっぱ。あと地獄のシャワーみんなあるよね。あー確かに、あの冷たさがね、また私冷たいの大好き。地獄のシャワーは嫌いなの？好き、大好き大好き。なんでキャーっていうあのさ、あれが好き。地獄って嫌だってことだよね。
地獄のシャワーって呼んでること自体嫌だってことじゃないの？好きなの。好きなのに、ね、なんかね、天国のシャワーって呼ばなきゃダメじゃん。そうだ、天国のシャワー地獄のシャワーは嫌だってことでしょ。そうじゃ、でもみんなは地獄っていうからね。みんなはじゃ嫌なんだね。でもしほちゃんは別に嫌じゃない。うん、だってさ、プールといったらさ、大体地獄のシャワーじゃん。そうなの、うん、それで、キャーって冷たいっていうのが醍醐味じゃん。まあ、あれが好き、あれが好きなの。みんなでキャーキャーって冷たいとか言う、冷たい、冷たい、冷たいみたいな、冷たいとか言うのは楽しいね。あれが好き、たあの楽しい空間が好き。それでは、バイバーイ。ポチッ。グミ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 ビア。サンジー。